はい、それではね、こちらの記事紹介していきたいと思います。で、この記事なんですけども、毎朝のね、プリントの記事になるんですけども、オランダのね、テキスタイルメーカーがね、出した記事になりますね。オランダっていうのがね、結構珍しいといえばね、珍しいんですけども、こちらのメーカーもね、かなりこうアパレル向けにね、品質の良いね、生地を提供してるね、信頼できるブランドとなってます。はい。で、この生地のね、特徴なんですけども、まずは土台になっているね、生地が、綿麻なんですけども、リネンの方がね、68%、約ね、7割近く入ってるので、麻の雰囲気、ナチュラル感がね、非常に感じられる、そんな生地になってますね。はい。あとはね、やっぱりこちらの、柄ですよね。バラをね、アート型にこうアレンジした、本当にね、シンプルで、結構ね、アートな雰囲気がね、出ててね、個性的な柄なんじゃないかなと思います。で、これはね、2色使いっていうのがやっぱりね、いいですよね。シンプルで、何にでもこう合わせられるっていうかな、ベーシックなんですけど、ただ、柄としての存在感もね、個性的な面もこう持ってるということでね、その辺もね、面白いところなんじゃないかなと思います。はい。で、次にカラーなんですけども、こちらが、モチーフの柄がね、ブラックですね。はい。で、この色なんですけども、実はね、これね、めちゃくちゃ濃い、こう、ブラウンカラーをね、がついてるんですよね。これもね、すごく面白いんです。一見ね、黒に見えるぐらいの濃いブラウンということで、これがね、結構個性的な色になってるんじゃないんですかね。はい。で、こちらがベージュですね。これなんかは春夏なんか特にね、明るい涼しげなね、色でいいと思いますね。はい。で、これはね、もう定番的に人気のね、ネイビーカラーになります。で、次に生地の質感いってみましょう。こちらね、厚みの方が、中肉厚ですね。薄すぎず、厚すぎずね、使える厚みになってますね。非常に使いやすい厚みに、だと思いますね。はい。で、次に風合いなんですけども、こちらも、最初からね、柔らかいソフト加工が施されてるので、非常にね、しなやかさと柔らかさ出てますね。洋服もね、作れるぐらいのね、厚みになってますね。こんな感じですかね。はい。で、次、ドレープいってみましょう。はい。ドレープも綺麗に出るんじゃないかなと思います。これはね、柔らかいソフト加工を施されてるので、なんかいい感じにね、ドレープが出てると思います。で、生地の厚みがね、薄手じゃなく、普通地ということなので、すごくギャザーとかとタックを寄せたデザインよりも、オーソドックスなね、感じのデザインが向いてるんじゃないかなと思います。はい。次、透け感ですね。透け感はこんな感じでどうでしょうかね。白地ベースなんですけど、意外と透け感も少ない生地なんじゃないかなと思います。ちょっと参考にしてみてください。はい。じゃあ、以上になるんですけども、この使い用途なんですけども、この生地はね、中肉厚ということで、非常にね、こうオールマイティに使える、そんな生地のね、印象ですね。なので、洋服もいけますし、バッグとかね、インテリア雑貨、小物などのね、ちょっと程よいしっかり感を生かした作品もいいと思いますね。もし、洋服だったらね、パンツとかね、ちょっとスカート系もいいと思いますし、もし上着作るんでしたらね、何回か洗うとすごくね、馴染んでくる柔らかさもあると思うので、いろいろね、お客様の方でね、創意工夫してみてください。ぜひね、このオランダのテキスタイルメーカーね、個性的なね、素敵なプリントになってますので、その辺もね、楽しんでいただけたらなと思います。作品のご紹介をいたします。まずね、こちらワンピースを作ってみました。とてもね、素敵だと思います。柄が生かされたデザインになったんじゃないかと思います。こちらですね、まず襟ぐりが割とね、広めに開いた V ネックなんですね。とてもすっきりしています。広めに開いてるので、首元からこうデコルテもね、美しく映る、デザインになっていると思います。こちらあとですね、胸元に重なったこうタックもアクセントになりますね。こんな感じでタックが入っております。で、
ウエストのところなんですけれども、こちらは実はですね、見えますかね、ウエストにねゴムが入っているんです。なのでゴムでちょっとくしゅっとね縮めて、そこの上にこの共布で作ったサッシュベルトをして、あのアクセントになるデザインになります。でこのようにねウエストマークもできるデザインになっておりますので、とてもね大人の女性らしいシルエットになるんじゃないかと思います。とても素敵ですよ ね。春夏に向けてこれ1枚でね着れるんじゃないかと思います。でお次にこちらジャケットも作ってみました。こちらラップジャケットになっております。で襟元も変わり襟になっているので、少しこうしてね立ち上がった襟になっております。のでまだね首がちょっと寒い時なんかも冷やさないで着ることができるんじゃないかと思います。でラップ式になっているので、こちらねこう巻いてもらって、ウエストから出ている共布の残りボンで軽く結んで着ていただくデザインになっております。でこちらねウエス、後ろもですねウエストのところに、今のリボンを通す通し布がついておりますので、こちらもねこうちょっとクシュッと寄せてシェイプできるデザインになっております。ね、あの素材も綿麻ということで、これからの季節にもおすすめになっておりまして、軽くねさっとこちらも羽織って着れるようなタイプになっております。ね、今回の生地こう柄がとても素敵で、あのモダンな雰囲気がありますので、ぜひねこの柄をあの楽しんで作っていただけたらと思います。